MLB ワールドシリーズ第4戦ヤンキースドジャース日本時間30日ニューヨークヤンキースタジアムワールドシリーズ第4戦でドジャースの大谷翔平30が2点を追う5回の第3打席に3試合ぶりのヒットを放った WS では2本目の安打に WS 制覇にあと1勝と大手をかけているドジャース 大谷は第2戦での左肩脱臼でその状態が心配されている中、この日も一番 DH で先発。初回は夕日、3回は中日も、第3打席で3試合13打席ぶりの安打をマークした。3連勝で世界一に王手をかけているドジャースは、勝てば2020年以来の世界一に輝く。試合は初回に F、フリーマン、35、 が第1打席に先制のツーランを放った。開幕戦から4連連発のフリーマンは、ブレイブス時代の2021年 WS 第5戦から6戦連発となり MLB 新記録をマーク。だが1点を返されると3回にヤンキースの A。ボルピーに逆転満塁弾を浴び、2対5と試合をひっくり返された。5回は先頭 W。 スミスのソロ本塁打で3対5と2点差に。大谷の第3打席では、ヤンキースは L。ヒルから T、ヒルに交代。初球から積極的に振り抜くと、打球はセンター前へ。その後、M、ベッツ、32の打席では2塁へ走るもアウト。左手で胸をつかみながらの走塁となったが、2塁ベースへ華麗なスライディングを見せた。さらに打線は 1C1。 三塁でフリーマンの二頃間に1点を返し、4対5と1点差に迫った。ドジャースは WS でヤンキースをスイープならば、1963年以来61年ぶりの快挙となる。前日の試合後の会見で大谷は、痛みもだんだん引いてきている。試合の中ではもう、痛い痛くないっていうのはあんまり考えてないのでと話し、悲願の世界一に向け最後の力を振り絞る。